中高生に絶大な人気を誇り、2020年に結成10周年を迎えるクリエイターユニット、ハニーワークス、通称、ハニワのスペシャル番組、ハニーワークスクリスマス大発表会が、2019年12月7日土曜日10時30分よりネット生配信されることが決定し、番組では今後の活動について発表されるとのこと。ハニーワークス通称ハニワはニコニコ動画、 YouTube など動画投稿サイトで活動するクリエイターユニット。関連動画の総再生回数は7億回を超えているという。アニメ関係ではシーハイコウィズハニーワークスのユニットでアニソンを手掛けたり、劇場版アニメ君だけに持ってたいんだ。のキャラクターデザインをメンバーのイラストレーター山子さんが手掛けるなどで知られる。12月7日10時30分より生配信されるハニーワークスクリスマス大発表会は、横浜ラソベルハニワのアトリエ店イベント会場にて行われる。MC には松村さゆりさん、乃木坂46、吉田久志さん、日本放送アナウンサーを迎え、ハニーワークスのメンバーであるゴンさん、山子さんが出演する。生配信は発表会特設ページ、ニコニコ生放送、YouTube ライブ、ペリスコープの各サービスで視聴できる。松村さゆりさん、吉田久志さん、また生配信を記念して本日2019年12月2日月曜日より発表会特設ページにてカウントダウン企画が開始されている。番組概要、番組名、ハニーワークスクリスマス大発表会にハニワのアトリエ店、配信日時2019年12月7日土曜日10時30分生放送配信、ニコニコ生放送、 YouTube ライブペリスコープ配信日曜日、ハニーワークス公式 Twitter より配信予定。 MC 松村さゆり、乃木坂46、吉田久志、日本放送出演、ゴン、山子、ハニーワークス。アートは、関連動画の総再生回数は7億回を超えているという。アニメ関係ではシーハイコウィズハニーワークスのユニットでアニソンを手掛けたり、劇場版アニメ君だけに持ってたいんだ。のキャラクターデザインをメンバーのイラストレーター山子さんが手掛けるなどで知られる。12月7日10時30分より生配信されるハニーワークスクリスマス大発表会は、横浜ラソベルハニワのアトリエ店イベント会場にて行われる。 MC には松村さゆりさん、乃木坂46、吉田久志さん、日本放送アナウンサーを迎え、ハニーワークスのメンバーであるゴンさん、山子さんが出演する。生配信は発表会特設ページ、ニコニコ生放送、YouTube ライブ、ペリスコープの各サービスで視聴できる。また、生配信を記念して、本日2019年12月2日月曜日より発表会特設ページにてカウントダウン企画が開始されている。番組概要、番組名、ハニーワークスクリスマス大発表会員ハニワのアトリエ店、配信日時、2019年12月7日土曜日10時30分生放送配信、ニコニコ生放送、 YouTube ライブペリスコープ配信日曜日、ハニーワークス公式 Twitter より配信予定。 MC 松村さゆり、乃木坂46、吉田久志、日本放送出演、ゴン、山子、ハニーワークス。アートは